はい、では行きましょう。第2問ですね。第2問も例年通りの問題でした。まず P を実数とし FX イコール X 3乗マイナス PX とするよと。括弧1、関数 FX が極値を持つための P の条件を求めようと。極値を持つことを考えるよと。で、極値といえば微分ですね。同関数やから FX の同関数はと。もうこれは大丈夫ですね。微分。でも微分の仕方がわからない人はね、もうこれ以上やっても多分無理やと思うので、基礎知識の動画を確認してください。FX が X3 乗マイナス PX やったら F'X は3が前に出て、次数が1個下がって 3X2 乗と。これも一緒ですね。1が前に出て、次数が1個下がるから、X の0乗になるから1。つまり、3X2 乗引く P になりますよね。これはもう大丈夫やと思います。で、次ですね。したがって、FX が X イコール A で極値を取るならばと。で、極値を考えるときは F'X イコール0っていうのを考えたらよかったんですね。 F'X イコール0、つまり F'X が X イコール A で極値を持つということは、ごめんなさい、これ F' ですね。 F'A イコール0になるよと。 F' イコール A が0になるので、ね、もうこの X のところに A を代入して、これがイコール0という式、つまり 3A2 乗引く P イコール0になればいいですね。これももう問題ないと思います。で、その次ですね、さらに X イコール A の前後での F'X の符号の変化を考えることにより、 P が条件ホニャを満たす場合は FX は必ず極値を持つことが分かると。やっぱり何言ってるかっていうと、ここで何してるかもう一度思い出してみましょう。関数 FX が極値を持つための条件を僕らは今考えています。で、関数が極値を持つっていうのはどういう状況かっていうと、これは F'X イコール0の解に注目したら分かったんですね。F'X イコール0の解が0個の時、ね、解が出てこない。こんなこと計算しても解が出てこないよっていう時は、これは極値がなかったんですね。極値っていうのは F'X イコール0を考えたら分かったと。で、よく間違えるのがこれなんですね。この1個だけ出る時、これも極値ないんですね。F'X イコール0っていうのはこれどういうことかっていう、言うと、この関数の接線の傾きを表してるんですね。だからこの点において、このグラフっていうのは接線の傾きが0になるよと、そういう点が1個だけあるよっていうのを表してるんですね。で、この極値っていうのはこの傾きが0になるですけれども、その前後で傾きの正負が変わっていると。これが極値の定義やったんですね。だからこの1個の場合は、この0になる手前、傾きは正やったんです。そして0になるけど、またその後正になると。この正、0、正っていうのは決して極値とは言わないんですね。極値っていうのは傾きの符号が変わるっていう定義があるからです。だから、この極値を持つっていうことは必ず2個あるっていうことなんですね。正になって、傾きが正になって、0になって、負になって、また0になって正になる。これが極値なんだと。つまり極値を持つためには、この先出した 3A2 乗引く P イコール0を満たす A が2回あると。これが大事なんですね。ということは、あとは判別式 D を考えたら D 大なり0である必要があるんですね。間違っても D 大なりイコール0とはしないよと。なぜなら D イコール0の時はこれを極値とは言わないからなんですね。で、あとは判別式を計算していけば 12P 大なり0って分かるから、計算した P 大なり0になるよとっていうことですね。ここまで OK でしょうか。はい、ではその次、括弧2ですね。関数 FX が X イコール3分の P で極値を取るとすると。また曲線 Y イコール FX を C とし、C 上の点3分の P、F3 分の P を A とすると。これも言われる通りね、書くんですね。関数 FX が X イコール3分の P で極値を取るんかと。って言ってるんですね。つまり、極値を取るっていうことは F' 3分の P イコール0になるよ。っていうことなんですね。だからもう代入しただけやと。で、計算していけば、P カッコ PX3 イコール0になるんですね。で、先求めた通り P は大なり0。なんで P イコール3と分かるよと。っていうことですね。で、ここでのポイントは、極値を取るっていうことは、もうこの3分の P っていうのを代入してあげて、ね、ここに代入してあげて計算するだけだよと。っていうことですね。じゃあ、P の値が分かってんから、この時、FX。ね、ここ P が分かったんからね、FX も F'X も式が具体的に分かることになるんですね。FX イコール X3 乗マイナス 3X になって、F'X はそれを微分した 3X2 乗引く3になるよと。っていうことですね。で、次の問題、ここから FX は
極大値極小値を取るっていうというか、 FX が具体的にどんな時に極大どんな時に極小になるんかなって考えるから、この F'X イコール0にして計算していくんですね。そしたら X はマイナス1、1と分かると。でね、ここからもちろん増減表書いてもいいんですね。X、F'X、FX と。もちろん書いてもいいです。実際なんかそういう風に習いましたもんね。こういう風に書いてもいいんやけれども、別に、あれはね、増減表書けって言われへん限り、書く必要ないんですね。というのもなんかもう、時間めっちゃかかりますもんね。そもそも3次関数のグラフ、思い出してみてください。ね、3次関数のグラフは、もし極値がね、さっき言った通り、解が0ならこれになるし、解が1個ならこうなるしと、もしくはこうなるんですね。で、今回の場合はこの3乗のケース、ここですね。ここがプラスっていうことは、もうグラフは絶対こんな形になるのは分かりきっているんです。こうなるのは分かりきっていると。ね。だからもうこの図書いて、こっちがマイナス1でこっちが1ってやると早いですよね。だからもう極値は、極大値はここ x イコールマイナス1の時やと。そして、x イコール1で極小値になると。こうやった方が早いですよね。続きは次の動画で、紹介しております。